東屈地蔵、菩薩像、西屈、多門高し、阿弥陀如来、福井上寺如来、大日如来、春日山石屈仏は、奈良県奈良市の春日山山中石切峠近くにある、摩崖仏、国の史跡に指定されている、通称、穴仏。野牛街道、石切峠に近い南面傾斜地に露出する、行海岸の岩壁を、岩状に掘り、その壁面に仏像を刻んで彩色したもので、 愛イする東西の2靴から構成される。西靴には92年及び方言2年の造流名が刻まれていることから平安時代末期の作品と見られている。92年の名は現状では年号の部分が欠損しているが近世末期の記録により92年と確認されている。東靴は間口約5メートル。 奥行き約2.4メートル、高さ2.4メートルで中央柱4面に、県境系の如来座像4体、東壁に、菩薩型立像3体、西壁に、地蔵菩薩立像4体を表し、東材料壁に、天武立像各一体を表している。西靴は間口じ約3.6メートル、奥行き約2メートル、高さ2.4メートルで、経年、風化による損傷は大きいものの、 如来坐像3体及び都門高志立像1体が現存する。如来坐像は今後かえッツを表したものと推定されるが、個体のうち2体は滅出している。ありがとうございます。